はい、どうも、カリネコ海賊団です。カリネコ海賊団の船長のくるみさんです。今日は、この2匹の新米海賊団をちょっとしごくためにちょっと何個かクエストに行こうと思うよ。ということでね、前回というか、カリネコ海賊団の方で四天王を倒したんだが、やつがちょっとまた襲ってきたらしいんで、今回はその四天王の中の一匹だったディノバルトさんをレギュラーメンバーじゃなくて新米たちと一緒に倒しに行くよ。でもあいつは一回ね倒したからもうだいぶ弱りきっているので、まあこれ回のクエストだから。体はなんか巨大化してるらしいけどね。ちょっとこの新米の2匹と一緒に巨大ディノバルドを倒しに行くぜ、ということで、行くぜにゃろうども。パーフー、あいつが何か力をつけて帰ってきたみたいだぞ、ディノバルド。この物語性いるかなって。地図だけもらっとこう。これ多分あいつ2番ですね。2番にいるな。5番はなんか違うやつだな、あれ。さあでかい。でも猫の目線だからちょっとでかいのかちょっとよく分かりづらい。なんかそれなりいつもこの大きさじゃなかったっけ。それなりって感じ。いやー、よいしょ、押し穴って乗る。あ、ダメだった。親ブーメランなんて使わないんだ。でもなんかくるみちゃんどっちかっていうと女の子的な名前だったね。くるみちゃんって言ってるし、うまいシャガルを何体も買ってレベルマックスまで上げたくるみちゃん。おう。この新米の2匹はまだこの海賊の清掃は早いから、キャップと T シャツ着てるんだぜ。まだ見習いだからな。で、やべえキャプテンがやられる。だがさすが弱ってるだけあって、お、これはちょっと、あ、大丈夫だった。ココさんがピンチだ。私の落とし穴も全然溜まってないぞ、これで。どうしよう、新回復すら溜まっていない。ちゃんとやらないとな。いやー。もしかしたらこれスキルをちゃんとセットしてないな。あ、セットしてないな。罠設置上手の術がついていないから新回復にしよう。あ、なんかもう疲れてるぞ、多分こいつ疲れてるぞ。キャーキャー。お、新回復はたまった。よいしょ、移動かな、これもしかして。うわー、あー、びっくりした。メーターだけゼロになったらどうしよう。 また泣くの。回復したいんです。何回吹かせんの。もう一回来た。いいよ。なんか2つなだとさ、尻尾ため攻撃がね2回連続でやってみたい。じゃあ普通のティノバルトだから。キャー、よっ。おお、ひるんでる。おお、ナイス
です。なんか尻尾が近いんで尻尾を殴っておこう。マッカオさん来たよ。マッカオさん来たけどちょうど移動した。よーし、マッカオさんは無視だ。さよならマッカオさん。来てる来てる。いやーでもやっぱ大きいかなこれ。ちょっと大きさがいまいち分かってない。お、ナイスナイス。えー普通の T シャツとキャップにどういう動きしたの。拳銃とあれかな、ツルハシ持ってる。お、ナイス、誰か回復してくれたんだ。じゃあこれは取っておこう。おおおお、ナイス。私尻尾一回壊れた。尻尾がね壊せるとは思ってないんだけど、あわよくばお、ちゃんとコロさんが尻尾にブーメランを。意外とこいつね、よーいしょー。安心してください。回復が、私の回復が溜まっている。みんな多分あれかな、いつ罠を張ってくれるんだこいつはって思ってるかもしれない。移動だ移動。ちょうど違う方行ったな、マッカオさんと。よくしよう。よし、このね移動の時はあ疲れてる。チャンス。もうなんか向こうが行けないからここで。ここで叩こう。今回はね、海賊装備は一人しかいないから、ちょっと海賊装備の中で武器をちゃんと選んできて。氷属性の武器にしてきたから、これはもう倒せるんじゃないの、もしかして。お、全然見えないけど、大きすぎてちょっと、キャー。意外とディノバルトさんはこの股下がくぐれるからね。これ多分なんか前の狩り猫海賊団の時と言ってた気がするけど。優勝、あ、移動してしまった。マッカオさんがいる方に。お、足引きずってる。もう終わりじゃないか。なんかあるかな。回復笛ぐらいしか。お、ナイスナイス。ワーナー入るから、こいよーし、来た、イエーイ。よくやったにゃー。なんかいろいろやって、なんか20秒短い。あいつを生け捕りにしてやったぜ、四天王の一人のディノバルトさんを。リベンジに来たけど、お前なんか入ってきたばっかの海賊団員で十分だ。入り討ちにしてやったぜ。スタジオパスくれたわ、いいやつだな。
イエーイ。はい、ということで、リベンジに来た四天王の一人巨大ディノバルトさんを見事に返り討ちにしたので、次はね、ちょっと孤島に寄ってみたら、その孤島でなんだかでかい蛇というかでかい竜が暴れているらしいので、そいつを倒しに行くと。海竜か、海竜、孤島にいる海竜を狩猟してきてくれということでね、ちょっとこいつを倒しに行ってこようかな。ちなみにみんなの猫はこんな感じだよ。装備か、モンクロ、モンクロ装備、モンクロ。さあ行くぜニャロウども。またあれだな、スキルセットすんの忘れたから、罠設置上手の術がついてないぞまあいっか、まあいっか、ラギアさんだし大丈夫でしょう。こいつらなかなか見どころがあるからなもしかしたらこの清掃を切る日が近いんじゃないかな。これが清掃なのかどうかもよくわからないけどいやー、なんか普通の、ほんと普通の T シャツだよねユニクロのユニクエアのハンターの方も結構かっこよかったけどね、普通の服っぽくて。うわー、気づかれた。いやー、実は結構雷がね厄介だね。溜めてる溜めてる。今回もあれだな、回復メインで頑張っていこう。逃げろ多分この武器本当はあのブーメランとかだから、ブーメラン投げた方がね攻撃力高いね投げよう。仮面の襲う、仮面の襲う、こりゃこれかな、この、やばいやばい、うわー食らった、結構食らう回なのに。 A で回転、回転切りみたいなのが出てて、て一番いいか、一応ブーメラン使ってるしな。いやー、おーの、おーおー、なんか友達宿しした、安心してください。あ、とろ、転んだ転んだってな、さすがウメネコがいるな、誰か、あ、違うわ、ピヨピヨしてる。牛道だったらな、避けながら、避けながら攻撃がしまくれる。あ、やばいやばい、ピヨピヨしてる。ラギアさんとかこの雷で即死したボーイしかないと。回復しておこう。あ、回復猫といえばね、回復しないとダメだよ殴れ殴れ、鶴橋と銃で、銃はあれ撃つんじゃなくて殴って攻撃するからね。銃持ってんなら撃とうよって感じ。ブーメランさえ違うものを投げるって受けて、擦り傷だ。いやー、全然なんか私なんかこの回復猫、回復罠猫なのに全然いいとこないなこれ。あ、へー、ガードって便利だな。逃げられません。あー、範囲が広すぎて、おおおおおお、ナイス
か。ここのガードした時とかの硬直がもっとすぐガードしてくれればいい。おお、飛んでく飛んでく。やめてやめて、回復を低いところで間に合うか。うわー怖い怖い怖い。で何すんじゃー。わー溜めてる溜めてる溜めてる。かっこいいこの攻撃、かっこいいけどあんまりやらないで言っちゃうんだよな、雷攻撃結構。ぼーっとしてる。おお倒れた。なんだか知らないけど。って絶対この攻撃を多分ブーメランの方がいいような気がする。イエーイ。お足引きずってるぞ。そうそう罠。確か一匹アシストだった気がするか。罠を罠を期待しよう。よだれダラダラじゃんね。このまま倒せそうだなこれ。おおすごい飛び方した。おりゃー、なんかこう殴ってるだけだとつまんないから、くらえ。おー終わったー。くらえくらえくらえ、イエーイ。くらえお疲れさんにゃー。くらえ、延々と使えるプチタル爆弾。ドスン、何かいじめられてる。ドスン、じゃあもうコタル、プチタル爆弾しか投げれないから緊急撤退持ってんの。あ、プチタル爆弾、おしゃれだよ。あ、てかこのさシャツ売ってる。てか4大メインモンスターが4大メインモンスター書いてあるわ。キャップの あそこも何書いたんだろう。モンハン部とかかな。 MHB、 無事にこの孤島の海竜を倒してやったぞ。